会社の同僚男2人、女2人とあまりバスの来ない地域に行った帰り、会社まで戻る次のバスが30分ほど先だった。しかも駅まで大回りしていくのでざっと40分、そこから歩いて10分で1時間以上かかってしまう計算になる。なので4人いるしタクシーに乗ろうと提案した。タクシーなら1000円程度だし、割り勘すればバス代より安い、おまけに10分程度で着く。そうしようとなった時、女1が、私普段からタクシー乗ったりしないんでとか言って聞かない。無駄使いしたくないとか、もったいないとか、お前人の話聞いてたんかよと。いくらタクシーの方が安い早い楽と言っても、でもって。お前は知らんが、こっちは早く帰りたいんだ。と、イライラしたんで、3人でタクシーに乗ることにした。タクシー呼び止めて女1に乗るように促しても、女1は強行に乗ることを拒否。車中、女2に、女2さんって浪費家タイプ？私堅実だから、会社のお金だからってタクシーはちょっと的なメールが来た。ほんと意味わからん。サクッと会社に到着して、料金はそれぞれ300数十円ほど。とりあえず俺が立て替えた。書類を書いて帰ろうとしてたら、やっと女1が戻ってきた。女1は2に、いくらだった？とちょっと嫌味っぽく聞いてきたが、一人300円ちょい、と言うと驚いてた。バス代、420円だったらしい。嘘。じゃねえよ。だから、お前人の話を他の女子社員に。置いて行かれて仲間外れにされたとか言ってたけど、誰も信じない。というか、俺ら先に事情話しちゃった。上司に、なんでタクシー乗らなかったんだって言われて、なぜか泣くし。何なんだろう。何回説明したと思ってるんだ。勝手にこっち悪者にして泣いて、それが通じないと分かったら、女には思いっきり敵視だよ。意味わからなすぎてムカつく通り越したわ。